回の除名の理由について表向き国会を欠席しているだけなんですよ。でも裏の本音の部分、本日ね、残念ながらガーシーが除名処分ということになりました。これはもう一人に全て私の責任でありまして、ガーシーが悪いとかそういったことは全くありません。国会の人たちがそこまで悪いのかというと、かわいそうというレベルで無知な人たちが国会議員してるんで、上から目線で本当かわいそうだなと思ってあげてください。彼らはあんまり法律詳しくないんですよ。国会議員が何か訴えられたりとかすると自分で解決せずに弁護士に依頼してるじゃないですか。恥ずかしくないのかと思うんですけどね。国会議員って仕事何するかって、立法府といって法律作ったり変えたりするのが仕事なんですよ。もちろん予算の承認とかもありますけど、一番大きな仕事って立法府、法律を立てる、作るっていうことなんですよ。だから国会議員って法律や憲法すごく詳しくなければいけない。無能な人たちがね、国会議員をしているために、なんで今回ガーシー除名になるのって思ってる人多いと思います。ガーシーの除名は痛くも痒くもありません。ある意味全て計算通りなので、ここだけは皆さんにご理解いただきたいと思います。おそらくガーシーもそこは納得してくれてると思います。もう一回選挙に出たらいいんで、今回ガーシーが除名になったので、次の衆議院選挙、参議院選挙、ガーシーまた法律変えない限り立候補できますから、そこでガーシーがまた当選すれば、今の国会議員がいかに愚かであるかっていう民意を示すことができますので、私はこれはこれでいいと思ってます。今回の除名の理由について詳しく解説していきますと、表向き国会を欠席しているだけなんですよ。これが悪いって言ってるんですよ。でも裏の本音の部分、犯罪の被疑者だからです。これは昨年12月の末ですね、その頃にガーシーに任意の事情聴取がかかっているという報道が、なぜか読売新聞がスクープしました。それまでの自民党の、ある人と、そんなの除名なんてするわけない。国会を欠席しているだけで除名なんてしませんとはっきりと言っていました。自民党の参議院議員の人まで言っときましょう。ところが、ガーシーは過去2回の国会両方来てません。今回3回目開かれた国会で、ガーシーが来ないって騒ぎ出したんですね。何が原因かって言ったら、年末にガーシーに犯罪の疑いがかかり、そして1月の12日、これまた読売新聞がスクープで、ガーシーの犯罪について、ガサ入れ、いわゆる強制捜査っていうのを行ったことが報道されて、これが今回ガーシーが除名になった国会議員たちの本音の部分です。別に国会に来ないぐらいだったらいいけども、犯罪をしている可能性がある人を、日本に帰ってきて、まさに被疑者、疑いをね、かけられてる人ですから、疑いを晴らさなきゃいけないんですね。でも、日本に帰ってこない限り、警察は捜査できないから、ガーシーの犯したと言われている罪は、外国にいる間はどんどん時効が延長されていって、10年経っても20年経っても、時効というのが成立しないので、それは刑事訴訟法で保たれてるんです。いずれにしても、多くの国民がガーシーは犯罪者じゃないのかという疑念を疑っているというか、全ての国民と言ってもいいでしょうね。被疑者ですから。犯罪が確定してるわけじゃないんです。で、ここで推定無罪の原則っていうのがあります。いかなる犯罪をしてようが、裁判が確定するまでは無罪として扱わなければならないという原則があります。ですから、推定無罪の原則でガーシーはこのまま疑いがある人というまま外国にいるとですね、このままもし6年外国に居続けたら、いつまで経っても国会議員を辞めないっていうことが、現象が起こってしまうわけです。もし裁判をしていたら、国会議員というのは有罪になっても大丈夫なんですね。有罪でかつ実刑を食らわないとダメ。国会議員の身分って剥奪されません。要は名誉毀損程度では絶対にそれは起訴猶予処分とか、いわゆる執行猶予というのがついて、いずれにしてもこのままガーシーが外国に逃げていると、彼が犯罪をしたのかどうか、またその犯罪の罪の重さが刑務所に行かなきゃいけない実刑なのかどうかが、いつまでたっても審査できない。その間、今の法律ではガーシーにお給料を割る議員報酬を払い続けなければならない。まさに全く想定されてないです、今の法律の中で。そんな中で、表向きは欠席してるだけと言わないと、犯罪をしている疑いがあるってやっちゃうと、推定無罪の原則はどこ行ったんだって言われてしまうので、今の国会議員、参議院たちはここしか言わないんですよね。汚い世界でしょ。これに対して私が今度繰り上がった斉藤君も欠席してるだけで同じように除名処分するんですかというところをちょっと問うてみようと思っていると。ガーシーは、最初から国会に行かないと言ってました。で、斉藤君はそんなこと言ってませんでした。ただ、ガーシーの席を今受けるわけですから、欠席をするということは、僕はとりあえず斉藤議員にはやってほしいなと思っています。昨日、の懲罰委員会でも自民党の先生が浜田君に対して、前の党首の立花さんは、繰り上がった人も欠席させるみたいなこと言ってますけど、それはどうなんですか、あれどういう意味があるかって言ったら、めっちゃビビってることです。今回除名になった理由は間違いなくここです。国民の多くはこっちなんですよ。犯罪者をそのまま国会議員に置いておくななんです。ガーシーにこんな警察の被疑がかからなければ、欠席していても懲戒処分するつもりもないでしょうし、こんな被疑事件がかからなければ、ガーシー1日2日帰ってきたと思いますよ。正直僕、ガーシーのやってる罪って大したことないと思います。ションペン刑っていうものですね。逮捕許諾請求しなかったでしょ。懲罰委員会の委員長だった鈴木宗男さんは、逮捕許諾請求をされて、許諾されて逮捕されました。逮捕しなきゃいけないような犯罪をしていれば、ガーシーが帰ってくる帰ってこない関係なく、警察は参議院に対して、逮捕許諾請求っていうのをやって、国会でガーシー逮捕しましょう、していいですかっていう許可をもらわなきゃいけない。しかし今回、その許可すら、警察はもらいに来てないんですよ。つまり、大した罪じゃないんですよ。おそらく、起訴しても、いわゆる執行猶予がつくようなレベルの罪だと思われます。じゃあなぜそんなしょんべん刑だと思われるのに、ガーシーが帰ってこなかったかといったら、こういうものが出てくるわけです。僕はこのね、検察の不起訴処分を見たときに、NHK の郵便法違反、これめちゃくちゃ犯罪じゃないですか。この郵便法違反を不起訴処分にするというようなことを検察が言ってきたのを聞いて、この国は本当にやばいなと。相手が強ければ処罰しないんですよ。恣意的に、いわゆる自分たちの都合によって犯罪者をどうするのか、起訴するのかしないのか、小さな罪でも大きな罪にしてしまうのかについては、やっぱりここはまだまだ疑う余地があるというか、疑う人がいても仕方がないでしょうと。だからガーシーが今回帰ってこなかった。本来は犯罪をしてるのに外国に逃亡してる人だから除名っていうのが本音なんですよ。ところが、それを言うと推定無罪とかいろいろとややこしいこと言い出しかねないから、欠席してるから除名にしますと。今回斉藤君には、もう一度本人とも話をしていますが、これやっぱり欠席した方がいいと思ってます。政治家女子48党には浜田聡君という優秀な参議院議員がいますから、斉藤議員がね、国会に行かなくても、浜田君が民意をちゃんと代弁できます。これから議員になる斉藤君は、2週間後ぐらいには繰り上げ当選になりますから、斉藤君がここには来るけど隣の国会には行かない、それを本会議、秋の臨時国会、この辺を欠席して、来年の1月から始まる通常国会を欠席していれば、ガーシーとほぼ同じ状態、ガーシーよりももっと欠席期間が長くなる。それで斉藤君に対してまた除名処分をしてくるかっていうのを、やっぱりこれはちょっと見ないと仕方がないかなと。同じことをしてこなければおかしくなるでしょ。ただ欠席してるだけで除名処分してくれるかどうか。これね、本当に嫌だと思います。自民党の先生が昨日聞いた通り、そんなことしてくるの？ガーシーはこれがあったから民意を得れましたよ。でも、斉藤君は国内でここにいます。僕は、今回のガーシーの除名に対してはもちろん反対です。そんなことしちゃいけないと思います。ただ、国会の中で、参議院の中で、ここについて徹底的に議論をしたのならば、それは僕はガーシーの除名には賛成していたかもしれません。要は、欠席してるのみならず、その理由が犯罪の疑いをかけられてるにもかかわらず、日本に帰ってこないというのは、一種の逃亡ですよね。だから、ガーシーに対して懲罰します。だったら全然わかります。犯罪の被疑事実がかかってるから懲罰します。これはわかるんですよ。でも、そうなってくると、犯罪の被疑事実だけではちょっと足りないんですね。やはり逮捕状っていうのが必要になってきます。犯罪の被疑っていうのは、ガサ入れっていうのも裁判所の許可がいるので、犯罪の被疑事実っていうのは検察だけで作れるんで、裁判所の許可があって初めて逮捕状や捜索令状とか出るので、今回、捜索令状が出てるので、裁判所もある程度は犯罪をしている可能性が高いとは見てるんでしょうけども、いずれにしても逮捕状っていうのをですね、警察が参議院に出していないわけですから、大した罪じゃない、国会議員の資格を失うような罪じゃないということを、ある意味警察は言ってるんですけども、それをですね、なぜか参議院は焦ったんですね。世論の、に押されてしまって。だから本音と建前が本当あるんです。今回、ガーシーが犯罪をしている可能性が高いということで除名したと思います。だから、全く犯罪をしていない斉藤審議員がですね、ガーシーと同じように欠席をしたら、同じような懲戒処分を受けるのかどうか、やってみたいなとは思っています。斉藤議員は、ここでも仕事をするし、いろんな活動をしますから、委員会とか本会議に出なくても、ちゃんと国会議員の仕事ができるんだよっていうことを皆さんに YouTube などで発信をしていきますし、逆にこちらから圧力をかけてきます。なぜ斉藤議員が出席してないのに、ガーシーのように懲罰かけないんだ。でね、懲罰かけるじゃないですか。懲罰委員会で喋れるんですよね。本会議でこう喋れるんですよね。一発目は除名じゃなくて陳謝ですから、斉藤君には申し訳ないけど、陳謝文を読むとこから国会デビューしたら、すんごい歴史残ると思います。国会議員の顔と名前なんか皆さん知らないと思うんですよ。斉藤君は議員になってもあんまりこう目立たないので、そういう意味では、いきなり除名処分の対象っていうところで、本会議に出て、皆さんすいませんでした、私はどうぞって読めば、一気に名前、知名度上がるわけでしょ、もうメディア報道するわけでしょ。僕はこうやって種を明かすと報道しないかもわかりませんが、あまりにも本音と建前やりすぎで、こっちのガーシーの犯罪の被疑者のことについては、裏側ではみんな言ってますよ。犯罪してるから帰ってこないから除名仕方ないじゃんって、いわゆる懲罰委員会であったり本会議のところは一切このガーシーに警察が被疑者としてることについては一切何一つ触れられていませんから。これからもうちのガーシーは仲間です。政治家女子48党の仲間でありますので、これからも一緒にね、やっていきたいと思っておりますので、とにかくね、もう本当恐ろしい人たちです。バカが集まって攻撃してくるので、ちょっとと思うんですけど、こんなバカどもに負けずに頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。NHK